じゃあ今からメチルアルコールを5リットル飲みます。タズノスケです。メチルアルコールって5リットル飲むとどうなの？失明するやつ。 20ミリリットルぐらい、ちょっと1杯ぐらい失明するやつ。そうっすね、危ないです。めっちゃ保険入った保険、あ、入った金巻き上げようとしてる。はい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 、いやいやいや、今入ってた。保険、うん、いいの紹介するよ。お金どこ行くんですか？え？俺死ぬ？だってな、メチルアルコール5リットル飲むんだからな。ちっちゃう。ああ。変なもんじゃん。危ないですよ、やっぱり。うん、言ってた方がいいですか？やっててもいいです。介護紹介しよう。介護？介護。介護？介護じゃないですか、俺。だって目見えないもん。まあ、そうか。え、多分死ぬ？え？はい、ディッパークラブの皆さん、こんにちは、陽介正弘です。あ、メチルアルコール第3世、うん、今日はね、エビカニエビエビカニザリガニザリガニ甘エビ甘エビイセエビイセエビエビロブソンエビエビ甲殻類シリーズスタート。はい、というわけでね、初心者は絶対にやっておけ、おエビシリーズ。おー、さあ、今日はね、そのね、エビ選手権だから、エビ選手権、選手権よし、果たしてこのエビできるかっていうあのやつをこうちょっと2人にやってもらって、まあその、なんだろうな、そのエビ難易度を上げていく。エビはいっぱい種類あるんですか？エビはいっぱいある。へー、うん、エビ、逆エビぐらいなんですか？いや、それができるかどうかだね。ちょっとこれは何エビ？これ、網に引っかかったエビです、うん、これはね、あれだよ、マキエ、マキエ、ありがとう、ありがじゅう。レベル1、おレベル1、もうこれできなかったらやばい、やばいです。もうこれです、はい、そんなことしよう。ドン、これね、まず普通のエビね、普通のエビこうね、足つけてこうやって、こうやって、こうやって、こう逃げていく。この動き。ちゃんと見てよ。ねえ、すっごいじゃん。あ、はい、じゃあこうやってみて。おお。はい。ちゃんとやって。これね、サイドポジションとかエスケープするときに使う動きね。ちゃんとやって。あ、はい。だってはっ、うん、はっ、うん、はっ、これ結構いろんなところに使いますね。はい、うん、柔術の基礎で、次にね、こうこれあんまりね、なんていうの、判断がついてるの少ないんだけど、はい、今のは普通のエビなんだけど、こっちの下足を使うこのエビ、これ打ちエビって、こういう打ちエビ、うん、打ち足を使うから、おちなみにこっちが初エビ。なるほど、うん、これうち、こっちになっちゃう。これがそこで、そう、このままそう置いて、そう、置いて、そう、そう、こんな感じです。オッケー、はい、はい、もう巻きだから早くやりて、はい、次ね、はい、はい、次逆エビね、逆エビ、逆エビはこれも種類があって、簡単な方からやる、はい、簡単な方はこうやって寝て足をこう前につけて、側頭の部分ねマットにつけて体縮めてこうやってお尻をスライディングさせて前に進むんです。ちゃんと見て見て、はい、じゃあやって、うん、これ体で寄せるから、そう、こうやって肩を横向かせるのがポイントね、うん、体が平だとできないから、うん、ちゃんと見て、これが逆エビの、まあ、その1、はい、あ、で次ね、逆エビその2、その2はこっちじゃなくて次こっちなんです。だから結局内側、あ、なるほど。で、次外側を使う、
人が落ちたので、こっちにちょっとこうやってグリッチするみたいにして、ジャンプして、飛んだ。こっちにこうやって。飛んだ。そろそろ怪しくなってきました。こうやってやってみて。はい。こうして、お前、食べ。そう、あ、できてる、できてる。よし。いつも、これで移動してんだ。得意だぞ。これで移動してんだ。本当に上でこれ痛くない。あ、今、間違えた。ちゃんとやって。あ、はい。ちゃんと見た方がいいですよ。あ、ちゃんと見てて。はい。これ何が逆エビ。逆エビ。は、見てちゃんと。あ、まだダメだ。で、次はね、こうやって、なんかこう名前がなんだけど、まあ、俺はこれ、うん、バルボーザエビっていう。教えてもらう。こうやって足こうかかついて、こうやって斜めに足振って、うん、それこうやってで頭ちょっとここでマットにつけるのこれで後頭巻いちゃって丸まっちゃうから体の向きはあんまりそうそう横横で斜めに動いてこうやってなんだそれいいかな、うん、座って行う、はい、座ってそうそう、それで足振って斜めに一回ずつ座る、はい、あ、ここまで戻ってきてそうあ、できてるそう邪魔すんねん、たつんですけど邪魔すんねん、たつんはい、それでいいよ押すはい、これねはいこうやってそう側頭部をマットにつける、後頭部をマットについちゃう。なるほど。側頭部をマットにつけると頭でコントロールできない。側頭部を頭につける。ね、横ちょっともうガチでだんだんできなくなってそう。はい。ね、だんだん難しくなる。そろそろ怪しいか。まだある。次はね、こうやって、これはまた別なんだけど、こう横移動、こうやって、ああ、これは横足振るやつだ。こうやって、手とね足をこうね、こういう風に回していくとやりやすい。できるかな。手をね回す、進行方向に、そう、はい、進行方向に、あ、こうか。そう。そう、これね、ありますよ僕、家族で旅行するときみんなこれって聞いてるんで、ああ早くやれ得意っすよあ、ヘイザー気持ち悪いはい、次ね、はい、横跳び横跳びは、こう少し体傾けてこうやって肘つけてうわずっとちょっとあっちに体が当たっててごめんそう横跳びなるほどキーがつらいそうだっけで次だまだある次ね、フリーエビはこうやって足を水平にマットのギリギリ水平をこうやって振ってフリーエビを返しながらこうやってこうやって進んでこれはディープハードってよく使う動きだからほら、大事できないねあれ、やる資格がないうわ、まずいこっちから振って、あ、足をちょっと伸ばして、手をバンザイしていって、少しずつ体を下に下げる。ちょっと待って。ほら、ここから、お母さん見てるよ。こっちに行くんですよ。そう。で、真横に向いて、で、バンザイ。あのね、勢いを使っちゃうと、勢いを使うと、ジャンプを使っちゃう。振るだけだ。もう単純にこの動作だけでも少しずつ。ああ下に下がるかで進むなるほどで進むんですかこれ
え？あー、なるほど、わかりました。神のえ？ご加護があるから。え？これは神秘なもんなんだ、自分。おお。そう。そう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 だね。不細工やな。うん、練習だ。練習が必要なんだ、これは。はい、できてる。なんで足水平に動かした。なんでやって。あ、まあ、できないからごまかすのやめてくんないだろ、すけ。はいはい、辰之助もうこれ俺、こんなしか進んでないですか。あ、そうだ。そろそろ西の宮台行くな。いや、おかしいな。違うんだ。あ、これでも結構難しいよ。難しい。金の回だ、今日。あ、いや、あ、ちゃんとやってよ、ちゃんとやってよ。はい、次、はい、ハネエビ。ちょっと見て。ハネエビは一回体をグッと伸ばして、足をここでグッと一回上にこう斜めで上にこう振り上げて、こうやって背中をグッと動かす。大丈夫。始まりはこれでいいです。そう。始まりはいつもある。そう。そう、待ってください。そうそうそう、それで肘でクンと持ち上げて背中が上がる。うお。あ、なるほど。で、このグッと伸ばしを使って、で、横、そう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 、できてるできてる。これが、そう。そう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 。まあ、俺もできるかな。お、できる、できるの。お、できるじゃん。踊っと。うん。よし。さっきもふざけてたじゃん、俺。これもディープハーブでよく使いますね。あ、これ。本当に嬉しそうじゃない、あいつ。あ、もうこれ得意技にしよう。これ得意技にすんの。人生じゃ、しょんぼんち。お前お前の人生、本当しょんぼんねん。充実です。よし、これでクロールまで行きます。これで勝って公演、公演だけします。よし、頑張れ、エビ頑張れって言います。 あとは、これ、まあ、その番外編。番外編、番外編、番外編の方、うん、なんだけど、ね、こうアングルはね、ちょっとね、ここぐらいから上から撮った方がいい。こうやって体をパカッとこうやって、おお、元気いい。そう、桃太郎を真ん中に、そう、トツくん、そう、やって、で、このまま体をこっちに返して、で、このままこうやって体がゴロンってなっちゃう。こうやって体がゴロンってならないようにコントロールしながら、こうやって少しずつ少しずつ少しずつつけていく。すげえ、意外に中段。そう、で、これができたら次逆側で、難しいところがここのもうゴロンってならないんですよ。ギューって胸縮めてゴロンってならないようにして元に戻ってくる。寝返り寝返り、そう、スーパー寝返り。名前もないんですか。分からん。宮田さんが体幹鍛えるのもこれがいいんですけど。ああ、なるほど。そういえばなんかレスリングっぽい。そう。ここが難しい。ここをうまく胸をビューッとコントロールしながら、ゴロンってならないようにして、こうやっていって、で、逆のここも、こうやっていって、背中ちょっとずつつけていって、バカすごいな。よし、やってみよう。これすごいな。大変。一緒にやりますか、高田さんの。一緒にやるね。はい、ダブルで生まれて生まれた。はい、そっから、はい、ゴロンと出ていって、ここでゴロってなったんだ。ここでゴロってなったんだ。顔あ、ゴロってならずに、おー、できてる、できてる。あ、辰之助全然動いてない。
タコスケ全然動いてる。あれ、腹つけろよ。あ、これ、こっから難しいこっから、ぐるっと。タコスケまだ全然つけてねえじゃん。やばい。これ合ってますか？合ってる合ってる合ってる。ゴロってなっちゃダメだよ。ちょっとずつ。うん。はい。そっから帰る。あ、そう。できた。できた。ゴロってなっちゃダメだよ。たくさんゴロってなっちゃダメだよ。はい。ゴロってなったらもう終わりだから。ゴロってなっちゃダメだよ。ゴロでベターってつけていくの。時間かかりすぎや。はい、こんな感じ。これは上級向け。これは体幹トレーニングを学んでると思う。あとここ、ここのやり方だな。の回でやろう。うん、まあ、花川みちゃん。バッキバキになったっすよ、俺。うん、これでもね、家で。ちょっと雨落としてます。今、モザイクかかってる。バーンされる。うん、まあ、これ家で試すのちょっと難しいけど、でもこのゴロリンはできるの。できますね。ゴロリンはもう朝、毎回やりましょう。もう体幹を鍛えまくって。体幹マン。うん、で、まあ、基礎のエビも、これは絶対に椅子。うん、だからやんないでね。エビとカニ。あ、地味だけどね。カニっていうとね。はい、というわけです。ぜひ、お近くの道場で、試してみてください。ではまた。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。Mm-hmm.